どうも、トモハッピーです。今日は令和の虎チャンネル、リベンジ版タイガーファンディングで一緒に大バズりしてる西川くんと動画です。中村くん、見た？見ました。トモハッピーが胸ぐらつかみに行ってた人ですよね。トモハッピーに胸ぐらつかまれてた人ですね。僕がもうブチギレ会っていう、これまでで4年間近く続けてきて、はい、一番ブチギレた相手の西川くんです。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。声ちっちゃいな、どうした？あのわざわざ来たのに。はい、ちょっとあの胸ぐらつかまれてちょっとまだこう、うん、胸、心がちょっと痛くて後遺症が後遺症が残ってる、うるさ。後遺症が全然ピンピンしてますって言ったのに。ほんと心の本当に傷が多くて、はい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 、傷つきが本当に。いや、もうコメントとかいっぱい入ってるじゃんね。あいつは障害者やとか、はい、あ、どうなん、はい、まあ、障害者だとは思わなかったん、別に。いや、まあ、ちょっと傷つくんですけど、うん、でもまあ可愛い女の子がコメントくれたらそれだけ、それはそれでまあ、まあそれ見なくなっちゃうんですね。あのコメント欄で可愛い子のコメントとかわかんないじゃん。確かになんか画像とかでたまにこの子可愛いプリントのやつが、好きなアイドルかもしれない。そうそれでもう何も感じなくなっちゃう、うん、とりあえず再生数もさ、はい、今これ撮ってる時点で78万再生前編いってて、はいはい、でモテキさんのチャンネルで後編55万再生いってるでしょ、はい、すごいよね。そうですね、本当社長様たちが本当に僕が発言が無意識でイライラさせてしまってたっていうのがあったと思うんですけど、めちゃめちゃ伸びてるよね、はい、あれ無意識なの？そうです、完全に無意識ですね。そうなの？あんまり考えてなかったです。なんか怒られちゃったなっていうか、怖かったなっていう。本当かな？怖かったなっていう。え、狙ってるでしょ、なんか芸人の修行とかしてたの？いや、してないです。してない？はい、してないです。ガチ？ガチです、本当に。ガチか。なんか怖かったです。やっぱりオーラがあったというか、うん、怒られる、あんなに怒られると思わなくて、ちょっと今もちょっと心が帰った時傷が、まあ、正直岩井先生横にいて、はい、虎5人いて、はい、誰も味方がいなかったもんね。誰一人味方じゃない、擁護もないみたいな。そうです、ね、集団リンチみたいな。集団リンチじゃない。若者いじめて楽しいかみたいな状態になってたよね。はい、はい、そうですね。それはちょっと僕、はい、その回見てなかったんで、なんかその見ときゃよかったなって思ったんですけど、いじめてはないんだよ全くみんな。ただ、ふざけすぎだろ。すみません。ふざけすぎだろ。すみませんでした。だって、何も準備してこなかったみたいなどっかで言ってたもんね。はい、言ってました。ね。はい。それはああなるよ。何も準備してこないで、誰がベトナムに金持たせてさ、キャバクラ系、お前ならできるよ、頑張れって誰が言うんだ。勝率 0% のじゃない。僕も自分で 0% だなと思ってました。0% だと思いながら来たの。また怒られるぞ、それ言ったらまた。ね。舐めてくるやつ、マジで。先生大嫌いから。いや、もうブチギレやったじゃないですか。二度と来るなよ、あれもね。はい、また来ますって言っちゃいました。また来ますに対して二度と来るなって言って、この、また来るのか二度と来ないのかちょっとわかんないけど、俺には。すごい終わり方だよね。そうですね。今度あの、林社長とかフォロー入ってないですか？ Twitter とか X とかで。入ってないね。だってあの、キングさんの時、本田さん会で、Twitter、はい、でね、なんか、フォローされてました。フォローしてて、ね、あんまりそういうことばっかすると良くないんじゃないって思ったんじゃないの。ああ、なるほどね。とりあえず、今回は特になかったよね、林さんからね。本当に敵ばっか。誰も擁護してくれてないね。そうですね、もう本当敵だらけなんですけど、うん、でもそれが逆にこう、まあ感情、僕持論なんですけど、うん、いいですか、話しても。いいよ。あの、感情の揺さぶりってすごい、あの動画、わかんないんですけど、うん、なんかこう、プロレスとかもそうじゃないですか。プロレスラーってこう悪役レスラーといいレスラーがいて、うん、どっちもいても輝くみたいなもんかなと思っちゃってるんで、うん、なんか、まあ、まあちょっと楽しそれがいいかなと思ったり、まあまあ中途半端なよりはね、極端な方がね、極端に優秀な志願者でもいいし、極端にダメな志願者でもいいから、はいはい、もう極端に優秀は無理だから、極端にダメな方でいいかなっていう勇気を持ってきたみたいな。はい、はい、そうです。まあ、俺はありだと思うけどね、みんなは分からないよ、それは。貴重な時間を使って、ね、ちゃんとリベンジしたいっていう真面目な人たちが来て、それを応援できたらしたいなって思って来てるかもしれないけど。わかりました。すみませんでした、本当に。申し訳ございませんでした。まあね、その勇気とか目標の持ち方って、いろいろあるし、そのリベンジの仕方よね、だから、ある意味、前回より高い再生数を叩き出してるっていう点ではリベンジ達成かもしれない。はい、そういうことです。前回も全然ダメで途中退場させられたんだけど、めっちゃ数字は取れてるんだよ。もう金、お前もう出てけって言ったら、なんか控え室でなんか録音の社長たち、やっぱすげえなーみたいな声だけ流れるっていう。3分の2の途中ぐらいで退場させられて、すごい志願者だったんだけど、
満を持してリベンジ版に出たんだけど、もっとヤバくなってたっていう今回は追い出されなかったね。だから最後まで完走っていう意味ではリベンジ達成できたんじゃない。いやでもやっぱ思ったの、トマピー社長のすごい、うん、僕はあの結構ああいう流れをちょっと考えてたんですけど、うんうん、トマピー社長さん急にパッて怒られて、僕えっと思って、やっぱスピード感が違うなって、やっぱ成功して社長さんってこうすごい行動。それはだから俺がテーブル蹴り倒して初のね、はい、初演出、トマピー初演出テーブル蹴り倒し打ち切れっていうのが発生させた、見事発生させたんだけど、西川君はあの流れを考えてたっていうのは、ああやってただ一方的に笑いながら舐めたこと言って切れられて、はい、その後の流れが用意されたの、西川君プロデュースで自分の。ポイティラ、僕がこうなるだろうな予想はちょっとしてたっていうか、はいはいはい、もしかしたらもらえないかもしれないし、もしかしたらオールとかのリベンジできるかもしれないってとこの予想は してたんですけど、もしかしたら達成できると思ったもん。ダメですか。無理でしょ。もしかしたらできるからってワンチャンかけて、1000人中1000人が無理だと思ってもいや、あの俺が切れた瞬間の手前までで、はい、もうオールとかそういうのじゃなかったよ。もうオールは絶対無理で、もう何をどうこの場を楽しむか盛り上げるかみたいな、はい、ことしかもう考えないと思うんですよね。オール無理でしょ。無理。いけると思ったもん。僕あのドバピー社長がこらえるまではこれいけるかな。じゃいけるかな。いけると思った。視聴者。でも無理だと思いましたね。無理だよね。はい。まあまあまた2対1で寄ってたかねみたいになっちゃうから、いいとして、まあ俺の個人的な見解ではもう最初からもういや最初の1分とか5分とかは一応ちゃんと聞いてたけど、はい、無理だよ。えでもまあそれもあるかもしれないし、オールがダメでも。俺ダメでも、うん、あのよかった、よかったか。こういう風に盛り上げようみたいなのあったってこと。そうです、あのできこうなんか貢献したいなっていうか、できることはもうやりたいなと思ったんですけど、ちょっと ビビっちゃいました。まあ、ああいう番組の収録でね、その成果の取り方っていうのはいろいろあると思うんだけど、はい、オールっていうよりも、だからそこでその知名度を得てモテたいみたいなのっていうか、その場で言っちゃったもんね。そうです、ふざけんなよ。いや、半分ぐらい、本音が半分ぐらい本音なんですよ。結構やっぱ女の子とか、うん、たその言われ海外行った時もそうだけど、うん、僕タイとかにバックパッカーしてた時に、うんうんうん、その現地で女の子とか日本人の子とかもそうなんですけど、うん、結構やっぱ令和の虎に出てたねって言ってもらえたら多かったんですよ。あ、そう、はい、タイで流行ってんの令和の虎。あ、日本人が日本人の人で、うん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 、見てる方が多くて、はい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 、で普通に旅する中で日本人にあなんか見たことあるみたいな方が多くてですね、それであのその時に女の子を3人ぐらいお会いしまして、うん、まあ、その時に美味しい思いが多少できたっていう。え、3人そういうレバトラで知ってる子に出会って、はい、何人だけたん。まあ1人で1人だけたん。1人だけ。すごっ。1人だけ。令和の虎すごくないのこれ。はい、夢あります、本当に。やば。それで、はい、もうちょっとその味を締めて、はい、もう一回この循環作りたいみたいな。そうですよ、もう一回、もう一発やらせてくれって聞いた感じです。いや、それはみんな切れるよ、そんなんできたら。そんなんできたら切れるよ。でもいいと思うよ、はい。いいと思う。その、モテたいっていう、はい、その、願望、野望が強くて、はい、で、そのためには、はい、まあその自分磨きしたり、はい、知名度を上げたりとか、はい、ね、経営者になって、お金持ちになったり、いろいろあるじゃん。はい、いろんな道があるじゃん、はい。それはいいことだと思うんだ。はい、俺も、その、なんだろう、頑張る根源には目立ちたいとかっていうのもあるよね、はい、自分が目立ってるのがカードゲームだったから、はい、そのルートに一番最初ハマったっていう要素もあるし、はい、それはいいんだよ、なんでもその頑張る動機みたいなのは、はい、だけどさ、あの令和の虎に出て、はい、モテたいはいいんだけど、はい、あまりにもそのショートっていうかさ、短絡的すぎない？それはベトナムのキャバクラとか明らかにモテに行ってないよね。そうです。無理でしょ。人生崩壊するぞ、お前が今こんなことだったら。もうでも、すでにも追い込まれちゃってるんで、もう行くしかないなっていうのもあってます。追い込まれてんだ、今。はい、結構だいぶ追い込まれてますね。で、そんな追い込まれてる西川くんと今日動画撮ってる理由がね、まあ、番組の振り返りもいいんだけど、はい、まあ、いろんな場所でそれは多分聞かれることだと思うから、はい、ね、楽屋トークとかでも話してるさ、はい、令和の裏でも話したでしょ、モテキさんチャンネルね、はい、それはそっち見てもらうとして、はい、今日はね、西川くんがその終わった収録終わった直後もあの SNS で今日はありがとうございました、これからいろいろ学ばせてくださいなんてね、意外とそのちゃんとしっかり挨拶を送ってくる、多分俺だけじゃなくてみんなに送ってくるようなちゃんとした一面もあって、でまたその後日放送後に確かメッセージくれて、弟子にしてくださいって言ったよね、はい、弟子になりたいらしいんですよ、なんか、はい、なりたいです、弟子にしてほしいらしいんで、はい、いやちょっと
検討するまでもなく嫌な感じもするけど無限にするわけにもいかないなと思って、はい、今日はその西川くんが僕ともハッピーの弟子になるっていうのはそれなんなん適当に軽く挨拶みたいな感じで言ってるだけなんじゃないのみたいなのをちょっと解剖していこうかなっていう回ですね。はい、なんで改めて聞くんですけど、はい、弟子になりたいの？はい、なりたいです。弟子になりたいです。そうですね、僕はまあ、以前から令和の虎とかも見てたんですけど、うん、まあ、そういうのもあるんですけど、やっぱ弟子というか僕も令和の虎の社長様たち、うん、皆さんみたいにこうそういう商売はちょっとあんま今できてないんですけど、うん、そういう風な人になっていきたいっていう夢が一個あって、うん、で、よかったら弟子にしていただけたらなと思いました。ちょっと中野くん司会して、岩井先生みたいに途中で切れてもいいから。マジですか？うん、じゃあちょっと改めて仕切り直してください。わかりました、はい、ではあなたの思い描く未来は？はい、令和の虎の社長さんたちからいろんなことを学び、弟子になり、ドラゴンボールで言ったクリリンみたいな立ち位置になりたいです。すいません、クリリンになりたい。クリリンって地球最強みたいな。え、ちょっと待って、分かった。みんなの弟子になりたいの？いやいや、トマピー社長の弟子になりたいです。なんで俺なの？別に他の人でもいいじゃん。令和の虎の社長の皆さんみたいになりたいでしょ、はい、お前それあれか、トマハッピーがクリリンみたいって言ってた。いやいや、そういうことない、そういうことない、そういうことない。いや、そういうことない、クリリンみたいですね。ちょっとびっくり。そういうことないですか？確かにクリリンの亀仙人みたいなことじゃない。そういうそういうこと？そういうことじゃない、そういうことないです。そういうことか。コーラ持ってこい、中村。コーラ持ってこい。それで、はい、うん、理由としては、うん、たくさんあるんですけど、うん、たくさんあるの？はい、たくさんあります。3つまで言っていいよ、はい、まずたくさんはちょっと、まず、まあ、結構これ失礼かもしれないんですけど、うん、YouTube 上でコトマピー社長ってなんかサイコパスって言われてるんですか？うんうんうん、全然失礼じゃない。なんか僕も結構サイコパス好き。僕結構自分でなんですけど、そう言われるがちな時が多かったんですよ。で、うん、なんか結構僕一般の人からまあご覧の通り結構悪く、うん、なんかこうなんか欠けてるとこ多すぎって言われやすいんですけど、うん、まあそういう部分でこうそういうとこをまず目つぶっていただけるトマピー社長だったら目つぶっていただけるかなっていうのと、ああサイコパスのルイトモみたいな感じでサイコパスさを許容してもらえるんだから、ね、はいはいはい、あとはやっぱり買い取り、トマピー社長のハレリアさんとか、うん、まあ、結構僕ゲーム、いや、まず俺ハレリアやってないから。そうですね、そうですね、カードン創業者だけど、はい、カードンさんなんで、まあ、ゲーム、ね、うん、僕も結構ゲームというか、なんていうんですかね、一つのことをのめり込むタイプで、うん、そういう自分が人いうことでハマっては今ないんですけど、うん、トマピー社長さんみたいにこう好きなことからこう事業成功されてる社長さんからこうどういう、うん、まあ、こう学んでいきたいというか、こうなんですか、一つのことしかできない、うん、僕もできない、僕はできないんですけど、じゃあ俺から好きなことで稼ぐっていうのを学んで、はい、実際にベトナムでキャバクラをやる。キャバクラ客に行きたいっていう。客で行きたい。客でもういや自分の家にしたい。キャバクライコール自宅みたいな。令和の虎でよく志願した皆さんに聞かれることで、はい、西川くんはもうそれ以前の問題で聞かれなかったんだけど、はいはい、ここでもしオールにならなかっても、はい、この事業プランはやりたいですかって言われたら何て答えたの？まあ、まあ、やりたいってやりたいんですけど、まあ、住みたい、やるのやらないの？やりたいです、やりたいです。やる、はい、今準備したの？いや、見たりはしたんですけど、海外で事前調査とかしたんですけど、ガールズバー事前調査したの、はい、しました。遊び行っただけだろ。あ、そうですね、友達とみんなで海外でポーカーやってました。海外でカジノ行ってみんなで書き事してた、うん、しただけなんですけど。よかった。いや、ギャトントンでした。あ、トントン、よかったね。今回と一緒ですね。カジノ側の取り分考えたら普通は負けることは多いから。トントン。あとはやっぱり、うん、そうですね、やっぱりそうですね、やっぱり今回そうですね、リユース業界にももともと興味あったっていうのは、興味っていうか、なんか買い取りとか興味あったんですよ。なんで？なんかネットで調べたんですけど、なんか今一番いい市場って書いてあったんで、あ、リユース業界熱い。お金そんなかかんないっていう、まあ、SDGs 的にもね、やっぱリユースって地球に優しいから、ね、うん、熱いよね。あとはなんか自宅からでもできたりとかするっていう、あ、買い取りマクサスさんとかね、事務所持たない店舗持たないでフランチャイズとかできるしね。情報の底浅すぎないですか？あと女の人にも、僕なんか建設業とも考えたんですけど、はい、自分一人で言ってたか、ちょっと女の人とは縁が遠いんですけど、トマピー社長この前六本木で見た時に美女めちゃくちゃ集まってて最高いいなと思って、やっぱいや、あれは別に俺が集めたんじゃなくて、普通に
奥谷さんっていうお世話になってるね、令和の虎の虎もやった、はい、お世話になってる方 の、はい、あの誕生日パーティーにみんなが集まってただけよ、別に、はい、トモハッピーを囲む会じゃないかな。あ、そうなんですよ、そういう風に見えちゃったというか、うん、まあ誘ったけど何人か、はい、その男も女もね、やっぱ男の夢が詰まってるなっていうところがありました、うん、そういうのはあります。そんなの別にさ、俺じゃなくて、あの時座ってたの誰だっけ、茂木さん、高澤さん、はい、安藤さん、はい、青さん、はい、いや、まあ、リユースやってる以外は全員別にそんな稼いでるし、モテるし、はいはい、でもなんか僕、まあ視聴者側として見てて、あのサイコパスは一番俺かもしれない。そうなんですか。確かに。そうなんですか。うん、サイコパスっていうか、ちょっとずれてるところはあるから、ずれてる人とかには海外回ってたこともあって、寛大な方だと思う。その寛大な俺を唯一本気で怒らせた男よ。やっぱりなんかセッションする中で、レオナとセッションする中ですごいすごいすごい迫力感じたのトマピ社長さんで、やっぱ勉強したいなってやっぱ思いました。やっぱり学びたいなっていうところがありました。はい、そうですね。やっぱりエネルギー使うね。もう一回セッションしたいなと思って。昼でよかった。夜じゃなくて。夜、僕は夜の方が好きです。夜の方が。夜はちょっとやっぱ一日の疲れが乗っかってきて。明日に響きますよ。うん。すいません、濃いめ油濃いめみたいな感じです。ラーメンの油濃いめみたいな。ちょっとイノシシみたいな顔してる。もう豚、よく豚って言われてて。豚って言われるの。豚っぽいな顔とか。ヘズマリュウに似てんじゃねえかと。確かにちょっと似てる。あとなんか太ったミノワさんじゃねえかって言われてる。あ、そうなんですか。あの編集者のさ、有名な。ああのなんかよく堀江門さんとかと一緒に共演してる人ですか。あの皆さん編集の。そうそうそう。あの南原さんと格闘技で戦った。あ、そうなんですか。はい。ミノワさん戦ったよ確かね。分かんない。あんま分かんない。とりあえず。はい、弟子っていうのはね、はい、結構責任も大きいからね、その師匠も。西川君が何かやらかしたら、俺そのために師匠の責任だとか言って言われるの嫌だもん、コメントで。お願いします、本当にお願いします。マジで本当に頑張ってよ、かわいい女の子にチェックしたいです。どうなりたいの、どうなりたいの、弟子になって、どうなりたいの。まあなんか、やっぱりあの、僕もトマピー社長さんみたいに、うん、あのやっぱりトモハッピー社長さんは長いからハッピー社長でいいよ。ハッピー社長さん、ハッピー社長さんみたいに。3もいらない、別に。ハッピー社長みたいに、やっぱ、トモハッピー、言いたかったらトモハッピー社長でもいいし、やっぱなんか全て、結婚もされて幸せも守ってて、うん、やっぱあの自分の好きなことを突き詰めていく、こう会社も自分でやっていらっしゃって、うん、女の子、港区の女の子とも、うん、あの自由奔放にできるっていうのはやっぱ僕のできてないから、してない、誤解を。ちょっとポジショニングとしてサッカーでこうゴールキーパーの真ん中立ってるみたいな。港区の女の子としてないから。そうなんですか。それちょっと感じが、イメージ。そうなんです。岡本麻里さんとかじゃなくてさ、インフルエンサーのみんなみたいな感じ。はい、そうです。でもよく綺麗でした、本当に皆さん。ああ、ちょっとね、一回あの飲み会に大人数のついでにね連絡くれたから、その誘ってみたらとても喜んでましたね。ありがとうございます、はい、めちゃくちゃ、うん、なんでちょっと弟子、本当に弟子になりたいです。本当にあのいろんなことを勉強したいです。本当に。でも俺弟子ってなったら一切飲みとか連れてかない、はい、お前飲むよりもっとやることがあるだろうって言って、はい、一切飲みとか誘わないよ。あ、わかりました。それでも大丈夫です。ここでも飲みは行きたいですね。そしたらどうぞここへ。はい、ちょっとやっぱりでも飲み友達か弟子だったらどっちがいい。なんで揺らぐねん。あの、一つちょっと僕から条件出していいですか。一つ条件ですか。あ、条件。逆に僕からあの今回の条件出していいですか。あの弟子になりたいです。ただ女の子といっぱい遊んでる社長さんまた別に飲みの、あの僕も女の子と遊びたいってなって。いや、シンプルな疑問なんだけど、はい、弟子として育成は、はい、まあとりあえずそのじゃあ、はい、もしね、はい、もし OK の弟子として育成されてるとするじゃん、はい、まあ成長していくと思う、はい、いろいろ、はい、そしたらでもお金をすぐに稼げるようになるかって言ったら別問題じゃんね。はい。でお金もちゃんと稼げてない状態じゃないのね。貯金もないよね。そうですね。バイトでし、あのその日暮らしみたいな感じなのあるよね。そうですね。その週その月かもしれないけど、はい、その状態で女の子と出会ってキャッキャしたって、はい、別にその場の楽しさで資本がなかったら何もできない。デートもできないし。確かにそうです、ね、うん、ラブホテルも入らないし。そうですね。どうするの外国。まあ子供たちはいきなり仕事してお金を稼がないで、はい、まず学校に行って学ぶわけよ、はい、その後でその社会に出ていくわけじゃんね、はい、そうですね。その成長したいのか、はい、モテたいのか今どっちが大事なの。ちょっと待ってください。今ちょっと
成長したいですね。もっと、やっぱモテたいですね。どっち？成長したいです。成長したいです。成長のが上だ。はい。でもできれば理想は成長しながらモテたい。そうですね。まあ、でも成長が一番したい。成長したいです。成長して今の状況を変えて、うんうん、まあ僕も正直本当に言うと将来、あの、令和の虎の社長さんとか前の虎の社長さんもずっと好きで、あの、令和の虎の社長さんみたいに、こうやっぱ、うん、あの、その、あの、なりたいっていうか、社長さんたちみたいにこう、うん、幸せに生きていきたいっていうか、ストレスない生活をしていきたいっていうのも分かってます。ストレスだらけだよ、俺らは。俺らは、ストレスだらけだよ。会社経営者って、無限にやることがあるのに、はい、YouTuber とか、インフルエンサーって、無限にやることがあるんだ。はい、無限かける無限、人間どうなる？弾けちゃうよ。しかも家族もいて、友人、知人とかもいて、はい、弾けちゃうよ、マジで。そうですね、ストレスだらけだよ。はい、そうですね、そのストレスをすぐ消化できる力はあるけど、はい、日々その小さなストレスは1週間に256個ぐらいあるよ多分、感覚値だけど、はい、そのうちの32個ぐらいがこの中村くん優勝おめでとうございます。おめでとうございます。ストレスの一つ、いや、週に256個中の35個のストレスが中村くんが来ます。おめでとうございます。それほど近い関係で仕事してるってこと。で、やりとりがだから150とかあるから、はい、週に、はい。その中のまあ35ぐらいはお互い思うベストじゃないことあるよね、みたいな。でも、それをだからその、すぐポイポイポイってして、はい、なんか効率的にやってるだけで、はい、だ真にその、話に出てくるストレスは1、2個しかないよね、週にね。でも、あるでしょ、別に。はい。言い出したらね。なんかこれって、その、まあいいや、違う話になっちゃう。とりあえず、この動画の趣旨としては、弟子にするかしないか。はい、結構西川くんと話すの面白いから、はい、話し相手だったらいいんだけど、弟子っていうのはな、重い。いや、あの、多分皆さん重いって言います。うん、僕があの重すぎて、そうなんですよ。全然ちょっと、そうなんですよ。ちょっと、みんな、本当、そうですね。一個俺、成功者、西川くんよりは少なくとも成功者として、はい、一個大事なこと言うわ。はい。あの、別にそれが間違いってわけじゃないんだけど、さっき、成功かモテか問われて、成功って選んだじゃん。はい。本当は成功しながらモテたいんじゃない？そうですね、もうどっちも取りたいですね。そうだよね。でも俺に二択を迫られて成功って言っちゃったじゃん、はい、本当は優劣つけがたい、なんならモテのが上かもしれない、まあ、弟子になりたくて、はい、そう言ったじゃん、多分。そうですね。あのね、俺すげえ好きな言葉あって、はい、俺が考えたんだけど、はい、二兎を追わぬもの、はい、二兎は得ずっていう言葉があって、はい、昔ね、もっと世の中が不便だった頃は、はい、二兎を追うもの、一兎も得ずっていう言葉は結構しっくり来たんだけど、二つのその目標とか、はい、二人の異性とか、何でもいいんだけど、異性は良くないかもしれないけど、はい、なんか、その、これとこれが自分の欲求的に本当に強くて、はい、二個追うの諦めたらもう二個は得れないんだよ、絶対。まあ、一個やって、その数年後もう一個とかあるけど、はい、例えば成功して女にもモテるとか、はい、ね、モテまくってそれが商売に乗って成功するとかあるかもしれないけど、まあ、基本はその、今、ショートタイムで、はい、2年とか3年以内に両方得ようと思ったら、両方並行して、追わなかったら絶対それは得れない可能性が高いし、はい、その自分のキャパに対して、よりその多くを強く求めていくことで、自分自身の殻を破れていくし、結構今さ、インターネット、スマートフォン、昔に比べて便利なわけよね。はい、その世の中本当に動きやすくなってるから、2と追う方が正解っていう場合も、2と3と追う方が正解っていう場合も増えてて、はい、もう貪欲に行った方がいいと思うよ。今別に失うものないし、ね、貪欲に行け、両方。はい。なんか、それもうしつけだけど、はい、ちょっと きっかけがあって、うん、なんでそのモテたいって言ってたかというと、本当に過去にその大学留学してた時に、うん、本当に好きだった女性って、本当にこの人本当に好きだなと思った女性がいたんですけど、うん、まあその人はもともと、あの、すごいお金持ってる、要は魅力的な女性だったんですけど、うん、まあ、自分がちょっとやっぱ、掴みきれなかったっていうかのがあって、うん、まあ、そのまず成功もそうですし、うん、そういう人と本当に大切な人、掴みたかった人を掴みきれなかったっていうか、うん、失ったって言い方ですけど、チャンスをこうなくしてしまったっていうのがあって、うん、そういう、その時の、そういう時が来た時に、まあ、結構ずっと失ってきちゃってるとこ多かったんですけど、まあ、そういう女性と出会った時に、うん、まあ、ちゃんと掴み取れる自分でいたいなっていうので、モテとお金持ちにもなりたいっていう。じゃあモテない方がいいんじゃないの。あ、そうなんですかね。だって一人を大事にするんだから、モテない方がその女性からして安心じゃない、はい、でも
乗ってた方が多分掴めるかなと思っちゃうんですよね。その一人の女の人が好きだった場合、こんなにモテモテな俺なのに、はい、お前にだけはその時間とか、そうです、その LINE とかめっちゃするみたいな、そういうのがデートもめっちゃするみたいな、サプライズするみたいな、はい、まあそれはいいかも。あ、だからそのうん、分かった、はい、モテたいってのは人モテじゃなくて女性にモテたいんだよね。うん、人モテもしたいですね、もちろん人モテもしたいんです。モテてるじゃんコメント欄で。いやもう誹謗中傷、誹謗中傷だらけじゃないですか。お前そっと出てくんじゃねえとかって言われてますか。僕お前もう令和だったら出てくんじゃねえ、二度と出てくないんだって言われて、いやみんな盛り上がってると思う、まあ、そうですけど、ね、ああいうので真に受けちゃって、はい、そのなんていうのかな、へこんじゃう人は伸びないんだけど、はいはい、元気だから伸びると思うよ、俺マジで。喜んでんじゃなくて再生取れたって言って。そうですね、まあ、はい、その得意技ちょっと貢献できたみたいな、はいはい、得意分野じゃね、まあ、得意分野ですね。いや西川くん面白いと思うんだよな、俺だけ金積んだじゃん、ゲーム、はい、はい、そうですね、ね、はい、面白いと思うんだよ、その今、なんか稼ぐ力とか、はい、その例えば今なんかですビジネス始めて成功するとか、はい、そういうんじゃないんだけど、はい、なんかねその人間としてのポテンシャルっていうか今後の可能性は感じてますね、正直。 ありがとうございます。じゃあちょっとそろそろラストステートメントいきます。お願いします。ではラストステートメントをお願いします。そうですね、ぜひ頑張って勉強学ばせていただくので弟子にしてください、よろしくお願いします。それではトモハッピー社長、お願いします。弟子か。弟子ってね、一応一人いるんだよね。大変優秀な女性で、カードンのテアン店長って言うんだけど、はい、まあ、まだ未熟な部分もあるんだけど、はい、基本的にめちゃめちゃ頑張り屋さんで、はい、優秀なんだよね、はい、今後もかなり期待できるし、はい、今ももう能力も稼ぎも高いんだけど、はい、そこの弟子って同じレイヤーだとさすがにちょっと出会いに悪いよな、これ西川くんふざけてるもんね、だってふざけてるし、ちょっと年齢近い割に、はい、未熟すぎるもんな、ちょっと今。それでも優秀な人といたら優秀になるかもしれないですよ。でもテアンがさ、はい、ふざけたやつといてふざけちゃうかもしれない。確かに。モテて。しかも別に弟子って言ったって一緒にその亀仙人の悟空と来るんじゃない。一緒に住んだりさ、コーラショット走るわけないから、まあ、別ベクトルと別ベクトルなんだけど、こっちカードでこっちレートラガラミで。はい。よし、結論決まりました。はい。今日の結論は、はい、視聴者投票。ああこれダメだ。ダメだ、これは視聴者投票はダメだ。これ却下されて落とされちゃうわ。いや、このちょっと難しいから正直、はい、面白みは感じてるしいいなって思うところもあるんだけど、はい、ちょっと、うん。弟子とかってなったらやっぱ動画とかにもね、たびたび出てくる可能性あるじゃん、はい、応援もしたいんだけど、これ僕的には結構うーんって本当に迷っちゃうから、このトマピの自由奔放チャンネルを見てくれてる皆さんがまだそんなにね頻繁に見てくれてる人っていうのは多くなくて、まあ、今回西川くんとの共演ってことで新しく見に来てくれる人もいると思うんですけど、その方々がトモハッピーの弟子になって成長していく西川くん見たいっていう方が、弟子ありが多かったら弟子にするし、はい、弟子なしが多かったら断るわ。そうしよう、その見たい人と見たくない人どっちが多いかっていうので一言言っていいですか。決めます、はい、お願いします、お願いします。それ頼み方これでいいの。ダチョウクラブみたいな、これでいいの。お願いします、もう落ちようとしてるやん、人生か、お願いします、お願いします。まだちょっと弟子っていうのはやっぱ師匠の責任があるから、はい、重いんだけど、はい、まあ、たまにアドバイザーみたいな感じで人生相談乗って、はいはいはい、まあ、まあ動画するかしないかわかんないけど、はい、たまに人生相談乗るぐらいだったら別にいいよ、その弟子とかじゃなくて。ありがとうございます。なんか活躍成長楽しみではあるし、この人
本当ですか、ありがとうございます、うん、今ただな、今まだまだその数々の試練があるだろうね、そのビッグになったりモテるためには、はい、あ、本当ですか、うん、まあでも現時点で一般平均よりはモテると思うね、もう有名だし、あ、本当ですか、うん、もうありがとうございます、トマピー社長のおかげで本当に結構モテるのってその自分のマインドが大事なとこあって、はい、マインドなんか高いから自信あるから変に、はい、大丈夫っちゃ大丈夫だけど、まあそれは西川君の求めるモテのラインかわかんないから、とりあえずこの後1回だけのとりあえず第1回人生相談として、はい、動画撮りながらもうちょっと西川君深掘りして今後のためになることを言えたら言ってみようと思います。今決めました。はい、中野君から何かありますか。いや、僕もコメントさせてもらいます。あ、弟子にじゃあ一票目入れといて、弟子にするのありかなしか。はい、なしです。ちょっと待ってください、ここありって言ってもらえないと、これ超痛いとこだったんですよ。ちょっとお願いしますよ。ちょっともうちょっとこっち、カメラ収まるじゃないですか。はい、終わりましょう。あ、なしの理由とはまたコメントしてくださいでしょ。はい、ということで、よかったらチャンネル登録、動画の評価、お願いします。お願いします。西川くんも YouTube 始めたんだよね。はい、始めました。なんていうチャンネルだっけ。浦島太郎チャンネルになってたの、この間。なんなん、どういう意味なん。え、なんてチャンネルなの、この後。令和の虎、西川亮太郎。みたいな、令和の虎の、なんか、志願者西川とか、そういう名前なのね、はい。はい。概要欄からぜひ、そっちもチェック、登録、応援などお願いします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。また明日。ありがとうございます。